ホーチミン最新不動産情報。どうもベトナム住みます芸人 W シンスケです。ほらもう一緒に共鳴してるから、このねホーチミン最新不動産情報お待ちかねの方でしょ。あそうパン、お待たせいたしました。 お待たせしすぎたのかもしれません。監督いる。今日はもう撮らせていただきます。ワテリナでございます。ワテリナというコンドミニアムを紹介したいと思います。悲しいことに杉本さんがいないんですよ。これね、杉本さんがいないからもう悲しすぎる。今日はですね、2区のコンドミニアムを紹介するんですけれども、はい、この場所はですね、2区でもちょっとね、いつも紹介しているタオディエン地区とは違って、はい、そこからちょっと南に下ったところというか、まだまだこう再開発されてるような途中。ただ再開発なの？それとも開発なの？開発です。はい、再ではないよね。再ではない。もうだって道とかもさ、めちゃくちゃ広いもんね。広い。あの来る途中こう通ってきたら広い。っていうかまあ後ろ見てもらっても分かると思う。そうね、もうだいぶ広い。その開放感ある道というか、あの7区の感じとちょっと似てるよね、うん、道が広くて、あこれからこういろいろできてくるんだろうなっていう。このコンドミニアム一番の特徴、設計士建築士が日本人でございますよ。あの隈研吾でございますよ。あれでしょ、自然との共生、自然と共に未来へ歩んでいくっていう、出てるもんね。自然がこのコンドミニアムにやっぱ入ってるというか、もうあの天空の城ラピュタのあの感じ、科学と自然がこう共鳴共存している。もうこれはね楽しみ、中身も楽しみ。さあじゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。すごっ。まずじゃあこちらの扉開けてみましょう。デデン、トイレです。トイレめっちゃ広い。広くない？そのシャワーとかさ一緒になってないけん、もう高級感やばいやんこれ。出た。ウォシュレット、ウォシュレットあったよ。切れ字の私にはとても嬉しいやつです。このウォシュレットタイプしかベトナムにはないと思いきや、こちらのこの日本スタイルも兼ね備えている。何の部屋でしょう。おお、物置ですね。まあ、十分な広さの物置でございます。そしてまたすごいね。すごい。リビングに着くまでに3つ。確かに。ここは何だろう。収納スペースでございますよ。あーだからこれね、階段じゃん。階段がだけどなんであんのよ。確かに、なんで階段あるの。まさか。なに？おいおい。まさか。この階段の下のさスペースって。うん、どうしてもデッドスペースになりがちなところを収納に使ってるって、やっぱこれが隈研吾です。これが隈研吾。そうなの、そうなの。じゃあキッチン紹介していきましょうか。キッチン三口コンロありまして、これ広いねマジで。この広さ、いや分かりづらいな。めちゃくちゃ広くない？いや反復横跳びみたいにしてるけど。え？めちゃめちゃ広くない？で、これで何がすごいって、うん、この両方のキッチンになるっていう、はい、料理教室でも開けるんじゃないかという広さ。すごいね、もうこんだけ収納もありますし。早いね。早い早い。すごいね。これ水2つあるよ。それ、浄水されてるから飲めんのよ、そっちの水。こっち？うん。飲めるの？
じゃあ水買わなくていいやん。まあまあまあ買ってもええけど買わんでもいいよ。浄水された水が出てくるってことか。すげえ。飲んでよ。飲めます。だいぶ捨てたな今。飲めます。ちょっとまだ恐怖覚えて飲んでないでしょ今。いやめちゃめちゃ飲めます。完璧に飲みました。本当？マジでビビってない。マジでビビってない。飲み切ってった。だって今口つけて残りは切って捨てたよね。捨ててないよ。もう一回飲んでみた。いやいや今捨てたよね。え今捨てたじゃん。捨ててないよ。捨てたように見えた。見えてるよ。全部飲みましたよ。本当？うん、吸ったよ。吸ってなかった。飲める水よ。ね。だから安心して調理にその水をそのまま使えるとかね。なんか湯沸かしたりとかもそうよ。もいける。そしてこちらテーブル。広いテーブル。全然行ってくれんな外まで。いや行かんよ。まだテーブルもありますから。これ広いね。6人じゃん。デフォルトが6人。うん。さらにあれでしょ、家具とかも正直こう入れ替えたりできるって。さっきゆうとさんの方言ったよね、うん、その付け加えたりとか。そうですね。これ広かったよ。まだ広いスペースがあるの。ここまで、うん、全部使える。すごい遠いね。首脳会談とかできるってこと。いやもう やろうと思えばねやらんけどね。でこの電気もおしゃれだし、うん、俺だって最初見た時線香花火かと思ったよ。落ちてくる感じ。線香花火。いや危ないじゃん。じゃん危ないじゃん。これ電気なんで大丈夫です。さあこちらこの景色の良さ見てごらん。この景色ずーもう全部見える。あのさ今まではさその高いビルとかだったけど、ちょっと一区寄りとかだとさ周りに高いマンションとかあってこう全方向見渡せるみたいなのなかったじゃん。ああここは全て見える。独特のね、作り方もおしゃれだもん、うん、いやこれこそゆえゆえこれこそこれこそ隈研吾があれでしょ音ゲーやるために作ったみたいなことでしょ。知らんやろ。160平米めちゃくちゃ広い。いやけどちょっと感じられんけどな。もう今入ってきた感じだとね、うん、それには秘密があります。ソファーが実はめちゃめちゃ広いっていうパターン。いやいやもう分かんないよ。上がってもか。いや無理でしょ。うん、でそれじゃあ160平米は表現できません。水本さん、水本さんがおらんのできるわ。なんでいないのよ。ほんと測るやつできるわ。でもこれ広いね。いや広いね、うん、このソファー広いよ。でこのね窯高級感すごいね。え天井高くない。何これ。うわー吹き抜けてる。やっぱさ天井の高さってすごい開放感出るけん、こう気持ちが高ぶるね。高揚感がすごい。おっきいね。しかもさこの丸の大きい鏡って鏡を鏡の世界でしか見られない。鏡をこの部屋に住むのは誰。おとしやばい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 、はい、えやばい。これ俺のやつ。違う違う違う。えぺこばさんのやつ。これ俺のやつ。やばい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 。これ俺のやつ。そんながっつりやってえの。一番声出てたし。いやいや、すげえって言ってるやん。ちょっと待って、ちょっと待って、ここ部屋かと思ったら見てよ。うわ、なんかもう新築の匂いだしさ、うん、そのなんていうの、友達に来た感じがする。その階段を登っていく感じが。いや、よくわかる。なんか2階の友達の部屋に行く感じ。めちゃくちゃ部屋あるよ。収納か。ここは収納で、もうやっぱさ広いけん収納多い。さあこちらの部屋はもうベッドが広い。これはマスターベッドルームかな。こんだけの広さの収納ってことは。
ここが、うん、ね、これもちょっとサイズ杉本さんがおらんからな、ちょっと失礼します、ちょっと測らせていただきます、横にこれぐらいってことは俺が、3メーター半ぐらい、3メーター半ない、3メーター半ない俺そのボケなんかさくだらなすぎて笑っちゃうんだよ3メーター分かった、ないよ161センチ、ないやろお前150だろ、違う違う違う、えそんな俺ちっちゃいで別に売りしてないから、ちっちゃいよ、ちっちゃいで売れよだから161センチより長い、もっと長い、全然長いでしょ、うん、だけん何キング、いや俺これキングだろう、そしてここベランダもメゾネットの方にも、すげえ、ここそここっちでだけん子供たちが遊んどるのをここから ね、 下、 ね、下を見て遊んどるなと見れるわけですよ。あ、まだシャワールームとかないよね、シャワールームとかどこなんだろう、しらじらしい、え、しらじらしい、え、さっき見えてた、入ってきた時絶対見えてたシャワールームすごくないこれ、外見ながらのよ、すごい、ここも測れんやんって押し相撲で、悲しすぎるわ、じゃあちょっとそれやってみて、伸ばしてみるよ、うん、これ以上にあるけんね、だけ余裕で全然あるな、押し連突然出ますよ、これは嬉しい、何これ、でここにも、まあ、マスターベッドルームだけどお父さんの洋服だったりとか置けるんかな、いやこれすごい、さあ続いての部屋行ってみましょう、すごいいっぱいあるね、ね、部屋が多いもん、あ、こちらはこっちがマスターや、こちら何の部屋、いやこっちがマスターや、こっちがマスターやん、もうマスターの感じだったやん、だって、うん、いつものねマンションとかで言うとその感覚ぐらい豪華な、いやそうよ、だし広いし、いやこっちやね、こっちの方がさらに広いもんだって、めちゃくちゃ広くない、めっちゃ広い、めっちゃ広いわ、で収納もまたここもたくさんありますよ、ここもで、まあここにテレビ置いたりとかもできるってことだよね、きっと、ここもありますし、収納ありますし、これすごっ、自然光まで入ってくるっていう素敵さ、いやこの作りがすごいわ、でベッドはまたもや、ちょっと失礼します、またじゃあ測らせていただきます、これが俺が7メーター50、いや3メーターでよ、でもそれでもないし、106、やっぱさっきと同じぐらいの大きさですでしょ、うん、うん、キングですよ、だからこれも、いや、あの、だって見て、浴槽もあるんかい、浴槽もあるよ、これ嬉しい、これさ、本当に日本人の気持ちを持った人が作らんとこんだけならんよ、ウォシュレットと浴槽でシャワーもあって最高やん、これ足伸ばしてもさ余裕のよっちゃんよしこちゃんよ、お二人よっちゃんのよしこちゃんじゃないんだねこれで、お前も入って余裕でしょ、これでこの感じだったんか、いつも、いやこれめっちゃ広いよ、洗面台2つよ、2つよこれさ、だけもう取り合いになるけんとこでしょ、もう朝の時間でさなんかもう2つ割ることで、ね、2人同時になんかここでの会話も増えたら離婚も一件も減るんじゃないかっていう、これがねそういう解決になりますよ、さあまだありますまだこっちにもある、このここもある、あ、ここは収納ですね、このクラスが、え、今1、2、3、4、4つ
まあ、このクラスよりだって1つはもうもっと全然でかいから。そっか、入り口入ってすぐの左ね。確かに。してここ、うん、ここ、あ、これは外に出れるやつか。こっからも出れますよと。あの非常口、あ、こっからも非常口に繋がってますよと。まだ水張ってないけどマジ最高だぜこのプール。最高。しかもこれあれでしょ、ここだけじゃなくて上の階もあるんでしょ。そう、やばやば、一つのタワーに二つあるってやば。見てください、ジムもあります。もう全て未使用。すごっ。そして広っ広っ。家賃を出たらタダで借りれるのコーナー。はい、やってまいりました。はい、やってまいりましたね。はい、はい、いやこれね難しいね、はい、160平米で、で家具収納もめちゃくちゃおしゃれで、まあ1区から、まあ、ここ2区なんですけどタクシーで20分ぐらいの距離、まあ、レタントンからね、レタントンからレタントンからこの2区のエリア、ここのエリアまでタクシーで20分ぐらいで、開発中の地区で24階建て19階建てね。悩むな家賃、プールジムも付きで、まあ、マジで悩むぞこれ。当てるよ、せーの、せーの、2200ドル。え、いくら2200ドル、うん、いくら3000いく、うん、はい、だってこれすごいもん。いやまあすごい、うん、これマジでその外観の感じとかも、うん、もうほんとなんか天空の城が見たみたいな、うん、そのいや自然もあってさそうね、うん、あの感じすごかったよ、うん、聞いてみよう不動産の方に。いや実はちょっと聞いてました、あのここ家賃、うん、実は、うん、ちょっとまだ決まっておりません。じゃあこの企画できんかったよ。はい、そうです。まだフィックスプライスがないってこと。そう、まだねちょっといろんな、なんだろう、最終的なものがまだ出てない。だそれぐらい俺ら今あの最新物件紹介してるわ。そういうことね、はい、なるほど、はい、ということじゃあもうここがもうぜひ内見したい、ちょっと気になってます、うん、ぜひ借りたいという方は概要欄のエノアセスさんのリンクだったりメールだったり電話番号に問い合わせしてみてください。はい、はい、いやここマジでいいっすよ、マジでいいっすよ。そしてこのビデオがいいなと思った方いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。